号線を通るルートです。次の停車駅への到着の表示時刻は午後2時52分。目的地の到着の表示時刻は午後3時37分。この先、茨城県です。
55分です。目的地への到着予想時刻は午後3時17分です。およそ600メートル先、右折です。